またあなたと戦えるなんてね。おかげさまが、あいつら4人のどいつかさえやってくれれば加勢できるんだが。ふん、そう簡単には出られそうもないの。心にもない。あなたにとって足手まといに入ってこられる方がやりにくいでしょう。忍法河原手裏剣。この程度の攻撃でお知ら取りたくないですね、サルトビ先生。代わりにドトンドリュータイガー火竜弾。さすがですね。しかし私も舐められたものですね。うん、相変わらず可愛げのないやつよの。手のかかる教え子ほど可愛いって言うでしょ、サルトビ先生。そろそろお互いお遊びはやめませんか。アカデミーの授業じゃないんですから。うん、それもそうじゃの。追いぼれたからって手加減はしませんよ。望むところだ。術の出来次第によってはまたアカデミーからやり直してもらうとしようぜ。手裏剣影分身の術。口寄せ江戸天聖。あの技は、3人目はダメだったよね。まあいいわ。まさかあの方々は。さあどうするのかしら、サルトビ先生。久しぶりよの。お前か。年を取ったな、サルト。まさかこのようなことでご兄弟お二人に再びお会いしようとは。覚悟してくだされ、初代様、二代目様。江戸天聖か。近日でわしらを呼んだのはこの若造か。大したやつよ。いつの世も戦か。お好きでしょう。飛を愚弄しよって時をもてあそぶとろくなことにはならんぞ。ではそろそろ始めますか。その前にお二人とも本来の姿に戻っていただかないとね。みるみる正気を帯びていく。何なんですかあの術は。江戸天聖、昔のままのお姿よ。私は同じでも、この者たちは初代様でも二代目様でもありません。行きますぞ、火遁火竜炎弾。聖遁聖人壁。さすがは先代といったところですね。ドトンドリュウヘキ。はあ、
まずい、これは初代様だけの秘術、樹海降誕。チャクラが生命の源に。すごい、これが乱世を治め、この葉を築いた初代様伝説の木遁忍術か。忍法口寄せ、いでよ炎光を炎魔。厄介なのが出てきたわね。老炎炎魔、哀れだのサルトリ、あの時に殺しておかぬからだ。頼む炎魔、混合においじゃ。よし、行くぞエンマ。いくら金剛の体でも草薙の剣は痛えぜ。影分身も使わずに突っ込んでくるなんてね。大丈夫ですか先生、しっかりしてください。ほかげ様、立ってください。そしてコロハの里をお救いください。ほかげ様、オロチマル、このたわけが。オロチマル、これで終わりだ。いや、なればやはり四代目のあやつの術を使うしかあるまい。初代様、二代目様お許しくだされ、あの術をかけまする。ん、貴様一体何者だ。突然すぎて理解できませんか。私です、オロチマルですよ。わしが貴様を四代目に選べなかったのも、その歪んだ思想ゆえ。この不死の術は自らの精神をこの地に永劫をとどめる方、つまり新しい肉体を見つけ、あなたはここで死に、この葉は本当に私を楽しませてくれる。化け物め、気を抜いちゃダメですよ先生、あなたはいつも甘すぎるんです。行くぞ、焦げ食い戦の術。やはりあなたは老いた。焦りで自らの寿命を縮めようと。もう何をやっても遅い、私の勝ちです。現実北腕行の術。この葉の里はわしにとってただの組織ではない。ならばその柱、あなたを叩き落とし、この葉の家を崩して差し上げましょう。お前がこの子の葉隠れお里をいくら狙おうと、わしの意志を受け継ぐ新たな火影が柱となり、この葉を守る。黒い封印術、四季封刃。花さん、いでよ。サルトビオ、世話をかけてな。
類じゃ。死ね。なぜ避けないのです。避ける必要はない。どうせ死ぬ。これからお前の体から魂を引き継ぎだ。封印する。なんだこれが。死神、ふざけるな。この己が貴様の思い通りにはさせぬ。ここまで来て、ここまで来て、こやつの魂を引きずり出すだけの力はすでにわしにはないという。やめよ。この箔寿司、ここに破れたり。